今回紹介するマフラーは R35GTR 用、スペック R、ステリオールマフラーです。このマフラーの特徴としましては、まずフルチタンマフラーですので、純正マイナス約10キロの、軽いマフラーになってます。それとあとレイアウトですね。純正のレイアウトが非常に限られたスペースに押し込めるような、レイアウトを取っているのに対して、今回のマフラーは曲げ R を広く取った、大きく取った、独特なレイアウトを採用しています。後方からの外観、リアビューですね、非常に独特なものになって迫力ある、後ろからの外観になっています。あともう一つが、テールですね。新規のテール、このマフラー用に、新規で起こしたテールになるんですけども、この下、テールは、まあ、二重化になってますので、まず焼け防止、はい、長い走行距離走っていても外観の色の変化がまずないということと、あと二重化にしてまして内側にスリットを入れてます。これも外観の特徴の一つになるんですけども、このスリットによって消音効果もあります。あと走っていくとチタンですので、だんだん色が青く変色していくんですけども、まあ、そう青く変色した時の外観もまた迫力のあるものになって、その色の変化も楽しめるというところも特徴の一つになっています。気になる性能面ですけども、まあ、レイアウトの見直しとパイプ径の、拡大によって大幅に耐圧を下げました。ですので、まあ、GTR、R35GTR なんですけども、ハードチューニングにも十分対応した、性能を持っています。続きまして音質面ですけども、こちら回転を上げれば高音が響く、もうレーシーな仕様にしました。さらに、うちでまた別設定で出ているメタルキャタライザーとの組み合わせでも、保安基準、まあ、車検通る対応に、設計しておりますので、今後のステップアップも、安心してできる、そのような仕様になっています。